Hôm nay mình sẽ chia sẻ cách làm hamburger do má chồng trình bày. このメニューはハンバーグです。お肉どのぐらい？合いびきミンチ、これ 574g あります。卵を1個入れます。ちょっとお肉をくっつかれたのです。ここに玉ねぎを炒めて冷えたもの。うわ、これだ。玉ねぎ炒めて冷えたのを混ぜます。でここに塩コショウ、味塩コショウ適量、これでパン粉をお椀1杯分ぐらい、ここに牛乳適量、肉をかき混ぜていきます。はい、ぐちょぐちょぐで、また混ぜます。OK、混ぜる、でしょ、肉のあのパラパラっとしたのがないもんね。そうですね。で、混ぜたら冷蔵庫でラップをして冷蔵庫に入れて冷やしておきます。はい、これで準備 OK。 はい、はい、なんだ、空気を抜くためにパン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 、すごい、くる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 、そして真ん中をへこます。でフライパンにのせる。はい、真ん中をへこま、パン、そうかな、パン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 、早いね、パンパン、真ん中をへこま、弱火でいいでしょ。そうだね、中火ぐらいですね。中火、中火くらい。もうちょっとしたらひっくり返す、ひっくり返してもっと焼いて、こうギュッと押した時に透明、あの濁ってない、綺麗なおつゆが出てきたら OK。 はい、ありがとう。これ何もないよ、はい、おいしいですか。